号機の組立ススイス国鉄の来に4型1981年スイス国鉄からオエンジン原バルシュタル鉄道へ譲渡された部に4型スイス国鉄来に4型電車及びスイス国鉄部に4003から1007型電車はスイスのスイス連邦鉄道の本線系統で使用されていた軽量高速電車であるなお、本機は CLE に4型として7両が製造されたものであるが、その後の称号改正、客室等級の変更等を経て、最終的に、来に4001から1002号機の2両及び、部に4003から1007号機の5両となったものである。スイスでは1930年代に、軽量構造の車体と台車を持ち、一部は、 大車走化式の主電動機を装備するベルン、レッチュベルクシンプロン鉄道のアブダに、8701から705系電車といった、軽量高速電車が各施鉄で製造され始めていたが、スイス国鉄でも、幹線の電化の進捗に伴い、1933年に、 同様の軽量高速電車を導入することとし、製造されたのが本校で記述する1935年製の CLE2、4型201、202号機の2両と、同形態の車体を持つ1936年製の CLM2、4型101、102号機の2両の機動車であり、その後、CLE2、 4型は1938年にかけて203から207号機の5両が増備されている。本機は、車体の両端の機械室に、主編圧機やタップ切り替え機などの主要機器を搭載する、同じ1935年製のベルン・レッチュベルク、シンプロン鉄道の BE に、4721から722型と、同構造の機体であるが、客室部分を低照式として、 車体高を低く抑えた低重心構造と両車端のボンネット赤色の車体の外観が特徴的であり赤い屋の通称とともにスイス国鉄を代表する機種の一つとなっている本機は主に幹線の旅客列車を呼び団体臨時列車用として使用されたほかスイス国鉄では本機をベースとしたライオン8 k ラブド816型を製造しておりその後 本機などを出発点とした一連の軽量高速電車は、軽量客車による短編性の列車を、牽引可能な F4、4型電車や、レーティッシュ鉄道の ABE4、4、501から504型への発展を経て、世界初の二軸、ボギー台車、全軸駆動の強力な電気機関車であるベルン、レッチュベルクシンプロン鉄道の A4、4型や、 スイス国鉄の高速電気であるリオン 4i 型が製造されるベースとなっており、鉄道車両発達史上重要な位置を占める機体となっている。本機は2母の車軸配置と低圧タップ切り替え制御による最大 24.5kN の牽引力と時速 125km の最高速度を特徴としており、車体、台車、機械部分の製造を SLM が主電動機、 電気部分の製造を BBC、NFO、SAS が担当している。各機体の履歴は、下表の通り車体延長、更新改造を実施した、来に4001号機、胴体保存機の一般公開、オルテン機関区、2019年来に4001号機の運転室、2019年同じく、来に4001号機の客室、2019年薄に、 4203の表記となった、キューブに4003号機、ルツェルンの交通博物館で生体保存される、2012年同じくすに4203号機の先頭部、2012年、スイス国鉄の歴史的電車として、胴体保存されている来に4001号機、2012年。ありがとうございます。